冷感のね、冷たく感じるマスクなんていうのも出てきますし、これ、冷やしすぎてもですね、今度ね、冷たいと脳が感じてしまうので、よくないんですよ。こんにちは、大沢邦永です。今さら聞けない分かりやすい解剖学、体の仕組みを理解することで、生存力がぐんぐんアップします。はい、頭痛の話の中で、今日は熱中症との関係というところを話したいと思います。そうですね、頭痛ですけども、熱中症でもなりますよね。で、熱中症というのは、まあ、熱中症だったり、それに伴うね、近い体の状態ですね。熱が体内にこもってしまって発生しますけれども、今、マスク生活はですね、さらにですね、このしていることで、前もお伝えしましたように、ショートサーキット、呼吸のショートサーキットが起きてしまうような、ね、二酸化炭素が肩になって酸素不足になって、というところになると、また頭痛になるし、これが普段でも体内に熱が合わさっている中で重なってしまう。さらに、出てきて頭痛になりやすいというます。そして、ちょっとね、解剖学的にですね、このマスクをしている部分なんですけど、ここを見てみると、顔面部ですね、顔というところには、もともと体温調節機能がついているわけです。体温調節をする機能がついているわけです。というのは、まあ、出てるね、耳とか、まぶたの周り、鼻とかですね、あとは唇とか、このね、皮膚の、まあ、ここも含めて顔全体というところには、体温を調節、まあ、逃がすための、特殊な血管ですね。MA 血管なんていうふうに言うんですけど、この血管が多く分布している体での場所になってくるわけですね。そこを、塞いでしまうですね。塞いでしまうということになりますので、温度を逃がそう、逃がせないというふうになってきてしまいますので、ちょっとマスク生活っていうのはマイナス面になりますよね。まあかといって、マスク自体を外せない場面というのは多々ありますので、ね、まあ、なるべく、つけない、外すということも気をつけるというのもあると思うんですけども、あとは、マスクの色ですよね。こういった濃い色よりも、これからの季節は薄い色に変えていくというのもありますし、あとは今、冷感のね、冷たく感じるマスクなんていうのも出ていますし、まあね、霧吹きで濡らすなんて、ちょっと肌荒れとの関係もありますけれども、そういったことも活用すると思います。なので、そういうことを気をつけてあるとか、ましてはね、ジョギングとか運動とかってね、そういう時にマスクしたものになると、二酸化炭素、酸素不足にプラス、塞いでしまって、熱が上がるなんていうのもね、マイナスなんで、絶対に外した方がいいと思います。ね。なので、そういうところを気をつけるというところが、まず一つ気をつけなきゃいけない。あるのと、先ほど言った特殊な MA 血管なやですね、体温調節の血管は、顔以外にもあるんですね。なので、こちらをじゃあ利用しない手はないということで、その多いところが、手のひらと足の裏に、多いと言われています。だから手あったかくなりますよね。眠くなったりすると。あれ、温度逃がして、まさにその働きになってくるんですけれども、なので、ここを、だから逃がすの効率を良くしてあげればいいということで、ここを冷やしてあげればですね、どんどん、熱が奪われてくるなので、冷やしてあげましょう。これ、冷やしすぎてもですね、今度ね、冷たいと脳が感じてしまうので、良くないんですよ。なので、冷たすぎるのが良くない。これ、実はですね、スタンフォード大学の、クレイグ・ヘラー教授という教授がですね、研究をね、によってこの報告になってくるとですね、適温が12度から15度ぐらいがここいいということになってきています。で、そのくらいで冷やすという。まあ、具体的に12度から15度どれくらいとなってくると、まあ、水よりちょっと冷たい。そうですね。で、まあ、自販機とかだったらペットボトルとかで冷たい水は5度、6度ぐらいですので、少しタオルをね、巻いて、暑いところでは、ちょっと持って歩くとか、で、そういう風になっていることがあります。なので、ちょっとね、12から15度ぐらいというのがポイントになりますので、で、手足を冷やす。そしてマスクでの調整する。で、熱中症を、ならないようにして、頭痛にもならないようにする。ということで、今日も、よし！